はい、どうもこんにちは。マイクロメートログラスのゆうすけです。はい、こんにちは、ボブです。はい、どうも。今回はですね、はい、ミリメートルグラス時代の MC というものですね、はいはい、ライブ中にある途中でペチャペチャ、はい、バンド自己紹介とかねバンド紹介とかしたり、はい、そういう MC というコーナーがあるんですが、そこのですね動画が、発見されまして、 お宝っすね、お宝動画がね発見されたんですよ。なのでちょっとねこう編集して、はい、なんですか、文字起こし、文字起こしをしてちょっとね見やすいようにしちゃったので、お見てもらおうかなと、はい、まあ MC を紹介するなんて何事なると思うんですが、そうですね、ちょっとね面白いことをやっておりますので、はい、ちょっと見せたいなと思う感じでございますので、はい、MC の練習とかありますもんねバンド曲の練習の合間にやりましたね、はい、あ楽器練習しろよっていうまあ百聞は一見にしかず、はい、ということもあるので、はい、まあ、まずは見ていただこうかなと思います、はいはい、ということでご覧ください。こちらです、どうぞ。マイクロどんな今日どんな今日どんな、バンド自己紹介バンド自己紹介の方をさせていただきます。バンド自己紹介の方をさせていただきます。この間歯磨き粉を間違えて育毛剤を使って歯磨きをしました、ゆうすけです。メタロンさん、この間親戚のおばあちゃんに絶対軍服が似合うと言われ日本の将来を託されたデカボです。いると目の前で小鳥が死にました、ゆうすけです。この間息子がママではなくパパって言いました。そうですね、
この度秘密のゲートをくぐり高松へ帰ってまいりました出浜です。今日ちっちゃい男の子に早く終わると言われました。ゆうすけです。この間、ボブの次に出浜に侵されました。そういうことです。出くわしました出浜です。こちらが、ミリメートルグラス時代でやったですね MC でございました。はい、いやいやいや、どうですか皆さん、これ素晴らしい、クソおもろくないですか本当に、まあ、こうやってねバカな MC をしているわけでございましたね、はい、楽しかったですねこれ。この辺真面目にやってましたねそうですよね。なのでちょっとね解説していきたいので、はい、見ながらねちょっとツッコミどころを探していきたいなと思いますので、いいっすね。いいですか。じゃあいきますね。はい、バンド自己紹介ここがですねナッシュビルというライブ、スタジオで、ね、呼ばれてやったんですよね。これ結構ねやりましたね。結構呼ばれてね。そうですね、ここバチバチうざかったですよねあいつ誰か知らんすけどねバンド自己紹介この間歯磨き粉を間違えて育毛剤を使って歯磨きをしました。これねこれ本当なんですよはい、これ歯磨きまでは言ってないんですけど歯磨き粉と間違えて あの育毛剤をですね歯ブラシにプシューとかけてたんですね生えねえよって可愛いなこいつ、おい宗次郎ちゃん。こちらがベースの宗次郎くんです、はい、イケメンですねこれね。これあのマイクもらえんかったんですねあ、なるほどね。あ、だけ地声なんですね。マイクないです、うん、マイクもらえなかったんですね。あ、来ましたよメタルモンスター親戚のおばあちゃんに絶対軍服が似合うと今の将来を託されたハモです。そうすごいもうレベルが違いますからねこの彼の MC、ね、本当にやべえわ
ムシはあるんや。歌を歌っていると、ね、目の前で小鳥が死にました。あ、これも本当に実話です。なんか外歩いてたんですよ、歌を歌いながら、はい、そしたら目の前に小鳥が落ちてきたんですよ。死んでました。ここあ、これこれこれ、ちょっと飛びましょう。はい、これ戻しますよ、これここここの動き何、これ何やってんすかこいつ。素晴らしい、素晴らしい。こういうのいいんでしょうね、受けるんでしょうね。ね。ね。このタイミングもね、分かんないんですよ。なんかずっと同じことをしたくないというか。ね。そしたらどんどん瞑想していくっていう。少年がね、ここはもういいこと言ってくれましたよね、はい、あれなかったら滑るとこだ。そう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 、泣くな早くせえ。もう全部持ってかれたんで、はい、彼にね。そうですね、これ全然面白くないっていうね。この度秘密のゲートをくぐり高松へ帰ってまいりました、出浜です。どこだよ。これね、見てください、これスティック落としたんですか。そうですね、出浜です。これ後ろに突っぽ抜けるっていう、突っぽ抜ける、この MC 中何回かやってますよね、あなた。あ、そうですね。で今日ちっちゃい男の子に早く終わるときました、ありがとうございます。これは面白いですね。ねえ、言われましたよね、これ演奏中もね、ずっとうるさいうるさいって言われてたんですよ。これ結構アドリブでやってましたよね。そうですね、次に出浜に置かされます。そうです。おもんないんじゃん、ダダ滑りですよね。そうですね。基本滑りますから、ね、基本彼の滑りに滑りますからね。昔ちょっといいですか。はい、昔なんか MC じゃあ宗次郎よろしくじゃんけんで決めてたんですよね、はいはいはい、誰が MC をするかみたいな感じで、はい、その時に彼はノートを取り出して、はい、なんか政治の話をしだして、ありましたね。安倍さんがどうかどうだとか、もう場が凍りついて怖かったっすもん。え、何言ってんのこいつみたいな感じで。しかも長いんですよね。そうそうそう、めちゃくちゃ長くて、あれは怖かったっていう思い出があったり。いいわ、これは拍手です、ね、うん、みんなが思ってたっすよね、はい、もうええって言って、自分は続けるっていう。こう。しました。山です。かっこいい。でもね、ちょっとね、突っ込みたいのが、はい、こう彼のこの言葉を言っている時の顔なんですよね。めちゃめちゃ怖いんですよ。この間。この笑顔。怖くないですかこれ。山です。やばい。あ、もうやばいですね、サイコパスですよね。この顔、どうやったらこんな顔できるんっていう顔。いや、面白いわ。ほんでここでね、いいつなぎ方ですね。そう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 、ドレスオンナに出会いましたっつって、うん、かっこええわ、かっこいいわ。こ
それ出浜さんよく見てくださいね、弾いてないんですよ。あ、チキチキチキ本当やで、こう激しくなるんですけど出浜さん弾いてないこれはやばい戻しますちょっと戻す、もう一回もう一回見せここでねチラチラ弾くんすよ。これしんどこれやばくないっすかおかしいっすよね、弾いてないんだっていうあーこれダメだわ、ダメだね、これダメよ。素晴らしい、素晴らしいっすわ。いや僕全然気づかなかったですね。あ、マジっすか、弾いてないっすね、弾いてないっすね。あ、まだ弾いてない。でここでなんか弾くんすよ、このなんか夜お前はそして来るの、来る、来るのか、来ない。ああ、面白い。ああ、面白い。でもさすがっすね。もうその辺の素人だったら棒立ちで待機してますよ。いや、本当そうですよ。これね、どういう気持ちで動きをしてる。いや、やっぱりね、ライブで大事なのって、はい、演技力なんですよ。まあそうですよね。そう、彼どこまでが演技なのかわからないですけどね、彼演技上手すぎて。すごいっすね、あれは。本当にプロフェッショナルだな、プロフェッショナルだなと、思うわけでございますということで解説しましたけど、はい、何かあります？他なんかツッコミどころとか。こんな出浜ばっかになりますまあなんせね、ちょっと僕らがね、はい、出浜さんのことを好きすぎるという、そうすね、たまに2人で取り合いになって喧嘩になりますからね、はい、そうですね。俺のこと、俺の方が好きだしとかこの間俺この間久しぶりに出浜と電話してさって言ったらはぁってなんでお前電話するとき言ってくれんのやなんで俺の許可得んのやとか知らねえよまあそれもね、見越してね、僕も自慢してますけどね俺この間テレビ電話したんすよとか言って、えなんでなんでみたいな。電話なら電話でも嫌やのにテレビ電話ってどんだけ楽しそうなことしようずるいずるいって思って、大阪に出浜まで、うん、出浜の家までね、うん、会いに行った時とかポポさんかなり嫉妬しますからねそうですよね、俺も行くよとか言って寝取られたようなもんですよ泊まりに行くとかいや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 、まあ今回ねちょっと宗次郎さんと出浜さんね、はい、紹介しましたけど、もう名前を出してもいいよっていう、はい、お前らの YouTube チャンネルなんてどうせ誰も見ねえだろうっていうですねことで、あ、もういいよ、いいよ、今に見よれよと、うん、自然に使、もうどうぞご自由に使っていいですよみたいな感じで言われたんで、今回ねいっぱいアップとかねしちゃったっすけどね、顔はもろい顔出したっすね僕らより顔出てますからそうっすねいじりにいじり倒されておい出浜見てろよお前、後悔すんぞ。お前許可したからな、もう街歩くっても声かけられます、ね、声かけられるぞ、あれあれミリメートルクラスの出浜さんですよねみたいな、ね、知らねえぞ、まあ、その時は
俺らが守ってやるよ大丈夫でどう戻しましょうかっていうこと、ね、でも長いっすよね MC MC 長いっす、ね、5分っすか、うん、僕らのライブとかだいたい30分とかはいそうですね、うん、なんですけどいろんな人が出るんでそうそうそうね結構その時間っていうのはちゃんと守らないとスケジュールが ね、はい、狂っちゃうんですが僕ら40分とかね、はい、やっちゃうんでいつもこう白い目で見られるんですよごめんなさいって MC がそうなんですよね曲のね曲の長さ考えて収めようとするんですけど、うん、MC 分溢れるんですよねMC が長いいやほんともうそこだけはちゃんとしてくれって言われますからね時間だけは守ってくれっていやいやほんとにまあこれでもねこんなバンドでもねはい、好きになってくれるのならば僕らは頑張っていろいろ考えますの で、はい、ぜひライブにもですね足を運んでいただいて、はい、まだ出演は全く決まってませんが、はいはい、もうねだんだん口も回らなくなってきたので、はい、ここら辺で疲れましたね疲れました今日は4本乗りですか今日そうですね、まあ、いやもう収録時間より最後の聞きましたね、うん、出山さん疲れましたねどっときましたね本当にメタルモンスターはい終わりますか帰りましょう帰りましょう本当にありがとうございましたありがとうございましたバイ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  Radio, radio, micrometer, radio, radio, micrometer, radio, 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 radio.